卒業にも入学にも使えるしだれ桜の壁面飾りです。パーツの準備ができたら枯れ木に花を咲かせましょう。しだれ桜は細長い紙に桜の花や花びらを貼り付けておきます。これを木の枝の先に下へ垂らすように画鋲で留めます。間隔はだいたい同じになるように貼りましょう。しだれ桜の長さは先をちぎって調節します。蛇腹折りにした桜の花を木のてっぺんに丸くつながるように隣の花びらと少し重ねながら画鋲で貼っていきます。しだれ桜が完成したら緑色の画用紙を畳んで斜めに切った下草を前後にずらして貼ります。折り紙を切って作った菜の花を両脇の空いているところに貼ります。タイトル文字は卒業の裏に入学を貼っておきます。真ん中の文字から貼るとバランスよく貼ることができます。お花紙で作った蝶々を菜の花から空へ向かって飛んでいっているように貼りましょう。これで卒業式に向けての壁面飾りができました。4月1日になれば卒業の文字を裏返すだけで入学式用に早変わりです。小学校では卒業と入学の両方を兼ねるならひらがなの方がいいでしょう。中学生以上は漢字がいいです。華やかな壁面飾りで子どもたちの晴れの場をお祝いしましょう。